はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、みやびチャンネルのみやびです。今日もね、またあの例の荻生城の紅葉のね、撮影に今来てるんですけど、ちょっとさっきねミスやっちゃって、もうカメラ録画になってないのに一人でもうベラベラ喋りながら、なんだろうな、結構奥まで行っちゃって今引き返したとこなんですけど、はい、でちょっとまた気を取り直してね、取り直しっていう感じで、今日僕以外に結構人来てるみたいで、うん、車がね結構止まってましたんで、今あれこんな感じで空がもう真っ青なんですよ、うん、で今日すごい寒いです、うん、はい、でちょっと今から見ていきましょう。多分もう今人がいっぱいなんで、多分今見頃だと思うんですよ。いや結構さっきもう15分ぐらいもう時間無駄にしちゃったんで、まいったな、こんな感じ。あ、ちょっとさっきより雲が多いな。どうでしょう。で一応今日これサブカメですけど、まあ大きな、まあメインカメラはなんだ、ソニーの FDR-AX100 使ってるんですけど、あれちょっと重いんで気軽になんか撮影に使えないんですね、うん、まああんまりちょっとなんか持ってく持ち出すのがちょっと辛かったりすると、まあこういうなんかサブカメで撮ったりするんで、まあこういう時、まあそういう気分の時はなんか重宝するカメラなんで、今日軽いし、見た目的にはこれ変わってんのかな。で今日またこれ設定はまあ、手ブレの方、初期の状態、工場出荷時っていうか通常の買った時の状態の手ブレ補正になってるんで、なんか人来てるね、紅葉の時期は、ってことは今が見頃か。苔がいい感じに、はい、まあ、これ行くまでが森だからね、ここが。今日はなんか画面に日付ね、ちょっと消してあるんで、今ちょっと11時次ぐらいかな、11時半ぐらいか、うん、ちょうどお昼なんですけど、うん、こんな
明るさのところです。ちょっとここは日があまり入らないんで、木がいっぱいあるから、よいしょ、なんかこっち右に回りたくなるんだな。でねえか、よいしょ、水戸黄門のマークです。よいしょ、はい、お牛場、この主っていうじゃないの、これお牛場主みな、揺れるなぁ、手ぶれなしだと、あの なしじゃなくて、あの最初の状態だったのに、あ、スタビライザー持ってこいよかった。三脚まではいらねえかな。レンズがなんか曇ってんのか、これ。なんだろう。よいしなんかさっきなんか、なんか2、3人ぐらいなんか、なんていうのかな、座布団みたいな、うん、ものをなんか持ってきて入ってたみたいなんですけど、あれなんか曇ってんな、これ。内側か？
危ないもんね。なんか曇ってるな、内側かな。ちょっとカメラ、カメラのレンズちょっと確認してみるんで、ちょっと一旦中断します。